そして15日、16日には27の事業者が参加予定の練り市マーケットが練馬区役所アトリウムで開催されます。焼き菓子やジャムといった食品からアクセサリーに生活小物、インテリア雑貨などさまざまな商品が並びます。時間は午前10時から午後2時までとなっています。